豊橋市、豊橋市は愛知県にある市、東三河地方の中心都市であり、同地方の人口の約半数を占める、中核市に指定されている。人口は愛知県において市宮市に次いで5位である。中世から江戸時代まで市の中心部は吉田と呼ばれていた。吉田という地名は全国各地にあったため、三州吉田と呼ばれることが多かった。 吉田は豊川と浅倉川の合流地点であり、厚見郡、保井郡、そして八名郡の境目にあたる。江戸時代には、吉田藩の城下町、吉田塾の宿場町、豊川水運で栄えた港町であった。明治2年6月1869年の藩籍奉還で、吉田から豊橋に改称した。式償は、江戸時代末。 吉田城に八代君臨した長沢、松平、大河内。長沢、松平、大河内家が用いていた馬印を横から見た形のちぎりである。国勢調査に基づいた2018年10月1日時点の推計人口は37万3592人であり、232万361人の名古屋市。 425,848人の豊田市、386,639人の岡崎市、3 8百2 3 5人の市宮市に次いで愛知県第5位だった。昼夜間人口比率は99.6%である。2013年、平成25年4月1日時点の外国人、登録人口は約14,300人であり、 51%の約7300人がブラジル国籍だった。三河港と豊川用水を要し、貿易港と農業を主軸とする。16世紀の今橋城、後吉田城と海上建築以来、東三河の中心に台頭し、江戸時代は特に、三州吉田藩の城下町、東海道53時の吉田宿、二川宿があった。幕末の国高は万国であり、 岡崎藩、西尾藩を上回って、三河国内では最大だった。伊勢神宮の神領の一覧表である神尾取賞に、吉田美園の時祭があり、神宮雑書にも、研究三神領注文、下空量、上平年間宣下、長官一名祖。神宮雑書、研究三神領注文イコール、吉田美園、外イコール九種古生納言、茂綱、藤原家所有イコール年。 みその、像、新加神戸内よ古神領なり、平布頂上平院をカン戦士長城の上、長官元年中皮氏も方目戦士なりイコールとも、祭り物、条文米三国、雑用料十七国、県条文米近年不休祭の、神大取賞イコール、吉田みそのイコール下空条文三国菓子、雑用二十国、諸国、三栗やみその長イコール、吉田みそのイコール三国、歌詞、 このことから、平安時代には、吉田の地名が確認できる。今橋の初見は、大永五年十一月二十一日の足利義満、ご飯御教書の今橋送り屋である。上皇三年、千二百二十四年頃の豊川は、悪久川と呼ばれており、そこに架けられた橋の名前が今橋とされた。その後、大英二年、千五百二十二年頃に、 今橋から吉田と改名されたという。牧野市による吉田城追記の下り、牛窪木や天文年中の牧野市、今川市の書状に見え、今橋跡職、名字の地にて、御座交換、という今川市への訴状。藩官府の牧野市の項目に、今橋城が吉田城と改名されたという解説。天文年中の今川市の書状で、三州吉田という用語が見え、 今橋が使用されなくなっている事実などから、牧野氏が治めていた時代には今橋が使用されていたが、今川氏が直轄支配の時代になると、吉田がもっぱら使われ、今橋は使用されなくなる。徳川家の資料である、三河物語や家忠日記では一貫して吉田となっており、伊勢神宮の資料でも、吉田御縁であり、今川氏による三河国領土化、吉田城の取得以後、 一貫して吉田と呼称され、今橋が配後となっていることなどからも、今橋が吉田に解消されたとは言い切れないだろう。有能、木には、今橋派突の今道へかけたるゆえのななるべし、という記述があり、東刊機構の文中にある、私津の今道、という文言に、今橋は由来するという。前述の通り明治新政府は、当時の三河国吉田藩の藩名が、伊予国吉田藩。 宇和島藩の師藩、旧愛媛県北宇和国吉田町、現愛媛県宇和島市に似て紛らわしいとのことで、藩名変更の命を下し、その命を受け藩主は、豊橋、関谷、今橋の三つの名を選んだ。新政府は、その一番目の豊橋を採用して、正式に豊橋藩という藩名とすることを命じた。その後、廃藩置県の後も、豊橋の名が使われる。 三州吉田記の記述にあるように、堺中治の吉田川、豊川への河橋以前に、橋は存在しておらず、鎌倉時代の師匠、東漢紀行、海道記、阿物見の、歌種の記及び、伊座酔日記にも、川の浅瀬を渡っていることが記述されている。徳川氏の武将の堺中治が、1570年、元気元年、関屋口から下地にかけて吉田川、豊川に、 吉田大橋、土橋を架ける土木工事を実施した。その後、池田照正が船町を整備し、全城主、坂井忠治が吉田川に架けた土橋の吉田大橋を目標に架け替え、その位置も整備した下流の船町に移動させた。三州吉田紀に、元気元年、関屋の渡し口初めて土橋を貸すとあり、1591年、天正19年に、 この土橋を船町へ移すと記す。江戸時代には、江戸幕府が整備、管理する長さ120軒の大橋であった。この船町の吉田大橋、吉田橋は、明治時代に架け替えた時、とよ、橋と名称を変更した。さらに、昭和に入ってから国道1号を整備した際、その上流、関谷口から下地に新たに架けれた橋を、以前の船町で故障していた吉田大橋と、 再び名付けた。この国道整備により、かつての東海道は、愛知県道496号、白鳥と与橋線として県道になり、正式には、もともとかかっていた県道の大橋、西側の橋の名をと与橋とするようになった。ただ、市名と共鳴を区別するため、共鳴を、豊橋と呼ぶようになった。国土交通省は、豊橋、橋の名前を、豊橋として登録している。 豊川というのは古代律令制の三河国宝藩と豊川座戸に由来する。平城宮出土木館に三河国宝藩と豊川豪。長岡京出土木館に延暦十年豊川座鎌倉時代になって鎌倉街道が整備されると豊川塾として機能した。鎌倉時代の師書では街道機に豊川の宿とある。東館機構に 豊川という宿と記載される。そして、現在の愛知県豊川市に至る。悪海とは、厚見郡のことであり、7世紀までは、悪海と書かれたことが835年、上和5年の木簡、大乗寒布で確認されている。ことが、三河国危記書きから確認できる。1622年、元羅8年成立の三河物語においても、吉田川と記載されている。 1849年、開栄2年の徳川三においても、吉田川と記載されている。愛知県図書館所像の江戸後期の三河国図においても、吉田川と記載されている。中世から江戸時代まで、豊橋は、吉田、三州吉田と呼ばれていた。明治2年6月の半石放奉還で、吉田を豊橋と改めた。明治2年9月に成立した稲県。 アスケ町作成の三河国全図に豊川と記載されている。愛知県の南東部に位置している。厚見半島の付け根部分であり、豊橋平野の上に地域が広がっており、高い山はほとんどない。主な山は北東部の石巻山358メートルなど。南部は甲子、原、天白原と呼ばれる大地となっている。市内を豊川、梅田川などが流れ、 北東部は低い山々、弓張山地が存在し、静岡県との境界を形成している。市西部の豊川、梅田川川口は、三河湾と、市南部沿岸は、太平洋と接している。太平洋岸は、片浜13里、氷浜海岸と呼ばれ、海亀の産卵で知られる。三河湾と接する地域は大規模な埋め立て地があり、工業地のほか、 神野神殿など国葬地帯となっている。中心部を東海道が横断し、吉田宿、二川宿など古くから、城下町、宿場町として栄えた。現在でも、東海道沿いに中心部を、国道1号、JR 東海の東海道新幹線、東海道本線、名古屋鉄道の名古屋本線が通っている。三河湾岸の三河口は、自動車や、 貨物などの輸出入の重要拠点となっている。気候は年間を通じて比較的温暖であり、陶器の降雪や積雪はほとんどない。縄文時代の遺跡として、須瀬のジャーナー遺跡など数件が、弥生時代の遺跡として、ウリコ遺跡がある。地域に流れる川の流域には四世紀から七世紀頃の古墳、塩墳、前方後塩墳も多く発見されている。なお、 豊橋市、牛川町で1957年と1959年に、約10万年前のものとされる人骨が発見され、牛川原人、牛川人として紹介されていたが、2001年に、お茶の水女子大学の教授である、松浦修司がその骨を、フッ素年代測定法で調査したところ、ナウマンゾウのすねの骨という結果が出た。そのため人骨である、可能性は、 低いとされる。律令制、国軍制の下で、三河国の厚見軍、保イ軍、八名軍に属したとされる。律令制の下で、反電制が敷かれていたとされる遺跡が、スセやカモなどで見つかっている。また、初期の東海道が設置され、悪ク川、悪ク川、現在の豊川河口には、し場が置かれた。これは、悪ク川の渡しと呼ばれ、後に、志公、スカ、 シカスの私として、枕の草子の葉の段などでも言及されており、よく知られている。悪見川は、その後、吉田川に解消され、明治以降に豊川に解消された。豊川とは、現在の豊川市にあった古代集落、保井群豊川座とを指す。交通の要衝のこの地に目をつけた、戸田善寺、宗光が二連、騎城、豊橋市二連木町を追記。 1493年、その後、西方の至近距離に、牛久保城、豊川市、牛久保町の牧野古白、政治が、今橋、豊橋市、今橋町を築城した、1505年。また、この当時、東三河に今川市の影響力が及んでおり、北条総運を総対象とする今川市新軍が、三河国に侵攻し、今橋が戦で、 今橋城の牧野古い市を打つなどしたが、松平長近との伊田屋合戦、岡崎市伊田町で敗北している。その後、三河牧野市と二連木城等を有する戸田市の間で抗争が起きたが、やがて西三河をまとめた岡崎城の松平清康が東三河に進行、吉田城にこもる牧野信成、売城にこもる熊谷氏が亡戦したが、 と出したの東三河の勢力も清康に降参し、ここに初めて松平家による三河国統一が実現される。しかしながら森山崩れによって松平清康が応酬したため、三河国は大混乱に陥り、東から今川義元、西から織田信秀が進行し、三河国は彼らの俗領争奪の場と化す。両国の参拝を受けた松平氏は衰退し、 今川氏の参加となる。松平氏が撤退した後の吉田城は、常磐の牧野重都氏が城主となったが、その後これを略取した戸田ふ重が、牧野氏の要請を受けた今川氏により打たれ、今川氏の直接支配となった。1560年、永禄3年桶狭間の戦いで、今川義元が織田信長に打たれると、徳川家康は岡崎城に入城し、 今川氏真を見限って独立を宣言。1565年、A68 年3月に吉田城が開城し、所属の今川軍と首相、小原重真は、とうとう海国に撤退した。家康は、重心の境中寺を吉田城に入城させ、東三河の旗頭となした。そして、翌1566年、A69 年5月には、牛久保城。 と川かに、残存勢力を結集していた牧野氏などの土豪なども、家康の幸福の勧めに応じて、三河国は家康によりほぼ再統一された。安土桃山時代、1590年、天正18年に、関東以降で、徳川家康が駿府から江戸に占ると、池田る政が、東三河四軍を滑る吉田城主、15万2千国となり、城の拡張や、 城下町の形成、吉田川、豊川への吉田大橋、現在の豊橋の建設、堺中寺による土橋から木橋へ、などが行われた。関ヶ原の戦いの後、江戸時代に入ると、吉田藩が設置され、三万国から八万国程度の普代大名が治めた。吉田は、城下町、港町、吉田港、宿場町、吉田塾として栄え、二川、 豊橋市に川町、大岩町も、二川塾として栄えた。街道の脇街道として姫街道の八名軍すせに、すせ塾が置かれた。吉田大橋、豊橋は、東海道におけるその重要性から、江戸幕府直轄の橋として管理された。1752年には、藩主、松平新福により吉田城内に、藩校寺習館が置かれた。 幕末の慶応3年7月27日、1867年8月、室村、玄都与橋市室町で、伊勢神宮のお札が降ったと言われる。江戸時代、最後の藩主は、大河内長沢松平家の大河内新遺衆である。そのため、今の市役所の起床が、大河内長沢松平家の起床になっている。藩赤奉還直後の明治2年6月、 1869年、吉田は、伊予吉田藩との混同を避けるため、明治政府の命により、豊川に架けられていた橋から取って、豊橋と改名された。明治4年7月、1871年、廃藩地県により、豊橋県となり、11月には、ぬかた県、明治5年、1872年に、愛知県に統合された。大工商区制が施行され、 豊橋は第十五大区として管理され、愛知県の豊橋市長が置かれた。1878年、明治11年制定の軍区町村編成法により、軍や町村が置かれ、厚見郡豊橋町となり、1889年、明治22年に軍政及び町村政を施行し、1906年、明治39年には、豊岡村と、 花田村を合併し姿勢を施行した。1932年、昭和7年に、下地町、高志村、室吉田村、下川村、石巻村食べを編入した。1888年、明治21年に、東海道線が開通し、豊橋駅が開業した。厚見線は1924年、大正13年に、甲子と島間が開業した後、1925年、 大正14年までに、三河田原まで開業した。路面電車、豊橋鉄道、東田本線は1925年に開業した。1931年、昭和6年、豊橋発の百貨店として、豊橋丸物、広小路2。1950年、昭和25年に駅前台通に移転。1973年、昭和48年に西部との提携で、 豊橋西部となる豊橋市考街道八丁通が竣工した。明治4年8月1871年に吉田城市に名古屋賃台が置かれた後、1885年明治18年には陸軍府評第18連隊が置かれたほか、1908年明治41年から1925年大正14年までは高柴らに 軍第15師団が置かれるなど、豊橋は、軍都として繁栄した。また明治から、昭和の初めまでは、養産業、生死業が非常に盛んであった。太平洋戦争の最中には、1944年、昭和19年12月7日の東南海地震と、1945年、昭和20年6月20日の B29-136 機による空襲、 豊橋空襲によって、市街地の7割が消失した。終戦後には、将来の発展を見越して、市街地の大規模な土地区画整理と、戦在復興都市計画が実施されている。また、食料対策として、講師、原、天白原の開墾と、神の神殿等の自作農家が行われた。一方で、日本防石、原、ユニチカをはじめとした、 工場誘致活動を積極的に行い、郊外に工場が建てられていった。農工業の発展で新たな水源が求められていた中、1968年、昭和43年には、豊川用水が完成し、農業、工業の発展に寄与した。1970年代から30年間にもわたって、全国の都市の中で農業蘇生産学第1位を続けた。 1959年、昭和34年に完成した豊橋港。現在は、三河港の一角は、三河港の中心として発展した。1980年代以降、市街地の郊外化が進んだ。1999年、平成11年には、中核市に指定された。1906年、明治39年8月1日に、 豊橋市が成立した。歴代市長は、以下の通りであるが、市長不在時期も多々ある。豊橋市役所郵便番号440-8501、豊橋市今橋町一番地。2019年度、平成31年度当初予算案。資料で確認できる範囲では2000年、平成12年から2005年、平成17年まで、普通交付税交付団体であった。 三位一体の改革により、交付税の削減が行われ、2006年、平成18年度には、交付税不交付団体になった。議会を構成する委員会は、大きく三つに区分される。四つの常任委員会は、それぞれ9名ずつ所属する。検察庁はすべて、豊橋市大国庁111番地の豊橋合同庁舎の最上階である。 三つの裁判所が同じ庁舎に存在する。所在地は豊橋市大国庁110番地。地方裁判所と家庭裁判所の豊橋支部の管轄範囲は豊橋市、豊川市、蒲郡市、新首領市、田原市、北下良郡である。また簡易裁判所の管轄は豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市である。二千五年に開催された愛知万博で、 愛知県内の市町村が120の万博公式参加国をそれぞれ一市町村一国フレンドシップ事業としてフレンドシップ相手国として迎え入れ三河港や近隣の豊田から浜松にかけて自動車産業を中心に労働力の需要が高いためブラジルをはじめとした南米系の外国人労働者が増えた二千七年平成十九年五月一日現在の 豊橋市における外国人登録者数は19,376人に上る。愛知県内では名古屋市約6万に次いで外国人が多い。人口に占める外国人の比率は5%に達する。かつては生紙、防石業が盛んだった。1927年時点の生紙生産工は長野県諏訪郡平野村、現在の岡谷市に次いで 全国第2位であり、大正昭和戦前期には工業生産高の60から80%を製紙業をがめていた。岡谷市や群馬県前橋市などとともに代表的な生死都市であり、豊橋温度には三州豊橋糸の町と謳われている。市南部は畑が多く、キャベツ、白菜、トマトなど、路地、または施設における野菜の栽培が盛んであり、 牛、豚、鳥などの畜産も行われている。市西部は水田が多く、稲作を中心としながら、路地や施設の園芸が行われている。市北部では柿、梨、葡萄などの果樹栽培が盛んである。ちくわや寒天ゼリーといった加工食品も多く生産されている。農業産出学、農業蘇生産学では1967年、昭和42年から2004年。 平成16年まで全国の自治体で第1位だった。2006年の農業産出額は474億円であり、724億円の田原市に次いで愛知県第2位、全国第6位だった。三河港、明海付近の工業施設に関しては明海町を参照。豊橋を中心とした三河港は国内屈指の国際貿易港である。 特に自動車の輸出入は、金額、台数とも全国第一位であり、ドイツのブレーマーハーフェン港と並ぶ、自動車輸出入港である。豊橋に拠点を置く、マスメディアは、テレビ局一社、FM 局一社、新聞社二社である。なお、名古屋に、本社のあるメディアの中日新聞社、東海テレビ放送、CBC テレビ、名古屋テレビ放送、中京テレビ放送、 東海ラジオ放送、一度撤退したが、2011年頃に、再び、三河市局の名で設置した及び NHK は、市内三河地域の取材、営業拠点等の号のため、支社、支局を置いている。なおその他の新聞社、朝日新聞社、毎日新聞社、読売新聞中部支社、日刊工業新聞社、静岡新聞社、静岡放送も置いているところがある。 かつては CBC ラジオが豊橋放送局内に設置した高山スタジオから独自放送を行っていたが2001年平成13年3月にスタジオを閉鎖した。また東海ラジオも2000年平成12年頃まで豊橋放送局独自の番組を放送していた。詳細は豊橋中継局を参照。親局送信設備については 東山タワーを参照。いずれも空中線電力50ワット。他の県内各市町村同様中日新聞が多数を占めている。ついで朝日新聞、読売新聞、毎日新聞などが続く。地元市の東愛知新聞や東海日日新聞は1万部以下と極めて苦戦している。なお、静岡県と隣接する地域なので、静岡県の地方市である静岡新聞も 公読可能である。本宮山、岡崎市の山頂に豊橋中継局が設置されている。東西の幹線として東海道本線、国道1号が通り、南北の連絡線として飯田線、国道151号などが通る。このため、山延伸における交通の要衝ともなっている。鉄道事業法上の鉄道駅として中心となる豊橋駅は、 花田町にあり、全国初の民衆駅である。市内の鉄道は、東海旅客鉄道、JR 東海、名古屋鉄道、名鉄、豊橋鉄道の3社によって運営されている。東海道新幹線が停車し、市内及び周辺都市への玄関口となっている。飯田方面には、JR 東海飯田線が、田原方面には、豊橋鉄道厚見線が伸びている。市内には、 豊橋鉄道の路面電車、東田本線、軌道法適用の併用軌道が走っており、旧吉田城下、豊橋公園前停留場、市役所前停留場と豊橋駅、新豊橋駅ができたかつての厚み群へ、田村、駅前停留場を結んで市民の足として、親しまれている。市街地を縦断する国道1号、市街地を避けて通る。 地域高規格道路の国道23号名、豊か道路の一部である豊橋バイパス、豊橋東バイパスが自動車交通の中心となっている。バイパス開通前までは中心部では交通量が多くすべて平面交差であるため慢性的な渋滞が発生していた。特に西八丁交差点では国道1号、国道23号、蒲氷街道、 国道259号、田原街道が交わるため渋滞が発生しやすく、周辺道路にも影響を与えていた。バイパスは、田園地帯を貫くように建設され、豊橋東バイパス、豊橋東 IC、豊橋バイパス、豊川ためあたり IC、豊川市は2013年6月に、暫定2車線で、全線開通、一部区間は4車線し、 市街地の渋滞緩和へ大きく寄与した。一部区間を構成する豊川橋はかつて有料道路であったが2005年に無料化された。田原市緑ヶ浜、明海町方面の交通分散化のため、国道259号バイパスの建設が進められている。環状線では豊橋環状線及び東三河環状線がゆっくりではあるが着実に整備が進められている。また、 豊橋、豊橋東バイパスの開通に合わせ、各インターチェンジと市街地を結ぶ都市計画道路の建設、拡幅工事も行われている。東名高速道路は市域の北端を通過しているが、市内にはインターチェンジは設置されていない。このため、豊川インターチェンジ、豊川市や乙ヶ釜郡インターチェンジ、豊川市、三日日比インターチェンジ、浜松市北区、 浜名バイパスを経由して、浜松 IC、浜松市東区や、浜松浜北インターチェンジ、浜松市浜北区などを利用するしかない。市内を通る有料道路は、国道23号豊橋バイパスの一部である、豊川橋が2005年に無料化されたのに続き、本坂トンネルが2008年に、小坂井バイパスが2016年にそれぞれ無料化され、現在は存在しない。 また、市内東部の国道1号の県境付近の上り線では静岡県警の電光掲示板が設置されている。交通情報、交通案内は静岡県のものに準ずる。車両の出入りは主として豊川インターチェンジを利用する。日本アマチュアオーケストラ連盟の本部が置かれている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。